ブルーギルはサンフィッシュ化に属する淡水魚の一種。北アメリカ大陸原産だが、同サンフィッシュ化のブラックバス、本種に形態が似たもののカワスズメ科のティラピア同様、日本でも分布を広げた特定外来生物である。本種の標準和名はブルーギルである。通称として単にギルと呼ばれることもある。ギルとは英語でエラを意味するため、 特定種の魚の呼称とするには不適切と言えるが、日本語でエラをギルと呼ぶことはほとんどなく混乱は生じていない。原産地のアメリカ合衆国やカナダではブルーギルまたはブルーギルサンフィッシュと称されギルと称されることはない。サンフィッシュ類は北米大陸に広く分布し、現地では多くの種が生息し、ごく一般的な淡水魚であるため、 文学作品にもしばしば登場する。しかしマンボウの英名がオーシャン・サンフィッシュで、こちらも単にサンフィッシュとも呼ばれるため、英語圏の文学書を日本語に翻訳した際に、淡水産のサンフィッシュ類をマンボウと語訳していることがある。生魚の体長は多くの場合20センチメートル前後。日本に生息する個体群の場合最大でも30センチメートル。一方、原産地の北。 アメリカで大規模火星や故障では40センチメートル近くに成長した個体が見られる。体型や色彩に若干の地域変異が認められる。日本に生息するのはアイオワさんの個体群15尾の子孫である。フライパンに収まりやすい魚イコール、パンフィッシュと呼び習わされるラポマス族の中でもさらに最も体抗があるため側面型は円形に近く、体幅は 左右に強く側平たする。この体格は成長が進んでから顕著となり、一切例までは細長い体型をしている。口内、唇内側には細かい挙子状の歯が並ぶ。体型に加え胸びれが小さいため直線的な遊泳力はやや弱いが、背びれ、腹筋、尻びれはよく発達して細かく体の向きを変える能力に富む。成長した個体、特にオスは、 期と化学胸部にかけての肉圧が発達する。体色は変異があるが、およそ若い個体が淡い青緑褐色で、生体になると黒に近い青紫色になることが多い。覆面は黄色みを帯び、群の中で地位の高いオスはさらに胸部が、レッドブレストサンフィッシュやピラニアナッテリー等がそうで、あるように赤く染まる。体側に細い横縞が10本前後ある。 左右のエラ蓋の上部に突出した皮ンがあり、その部分が紺色になっている。この部分に由来してブルーギルサンフィッシュ、略してブルーギルと呼ばれる。また水面から本紙を見ると、ヒレが鈍い光沢のある青色に見えることもある。背びれ、腹筋、尻びれに鋭い棘状があり、不用意につかむと刺さり、出血することもある。原産地は北米大陸東部、 淡水性。湖や池といった、止水域や流れの、ごく緩やかな河川に生息する。山条湖から、川口、木水域まで、生存可能な水温水質の幅は広く、溶存酸素が不足していなければ、水質を抱くにも、比較的強い。身を隠すのに適し水流を遮ってくれるような、障害物や複雑な水中地形の場所を、特に好み、そのような環境では、 多くの個体が密集する。若い小型個体は、表層近くで活発に動き回るが、よく成熟した大型個体は、深い位置であまり動き回らずにいる傾向にある。捕食者としては、ブラックバス、ナマズ、カワセミなどがいると考えられ、稚魚は鈍庫に食べられる可能性もあると考えられている。悪食であり、水生昆虫、甲殻類、貝類、小魚、魚卵、昆虫、 ミミズなど様々な小動物を捕食する。治療生物が少ない時には水草も食べる。大型個体はブラックバスの巣を襲い、新魚の隙をついて卵や死魚を捕食することもある。繁殖期は春夏。この時期になると、オスは縄張り意識と闘争性が極度に高まるとともに、推定の砂でを口で掘って浅いすり鉢状の巣を作り、メスを呼び込んで産卵させる。 産卵、受精が終わった後もオスは巣に残り、卵に新鮮な水を送ったり、ゴミを取り除いたり、卵を狙う、他の動物を追い払ったりして、卵を守る。飼魚が孵化した後もしばらくは、飼魚の保護を行う。麦つくに巣を襲われ、拓卵されることもある。釣られた、ブルーギルブルーギルは、もともとは北アメリカの中部、東部に広く分布する魚だが、 移入された先々に定着し、世界各地に分布している。小動物から水草まで植生は幅広く、汚染などにも適応力がある。さらに卵と稚魚は親が保護しているため捕食者は手を出しづらい。これらの習性からブルーギルは短期間で個体数を増やすことができ、各地で分布を広げている。韓国やイギリスでは生きた個体の持ち込みが禁止されている。 当初は、食用として、各地の試験場に配布され、養殖試験なども行われたが、成長が遅く養殖には適さないことが判明した。秋人天皇との関係日本への移入は、1960年に、当時の皇太子、秋人親皇が外遊の際、アイオワ州グッテンバーグで捕獲された、ミシシッピ川水系原産の15尾を、シカゴ市長から寄贈され、 日本に持ち帰った15匹が最初である。その15匹は水産庁淡水区水産研究所が食用研究対象として飼育した後、1966年に静岡県に当時の一匹湖に放流した。このことは2009年に三重大学生物資源学部が発表したミトコンドリア DNA の解析結果により、 全都道府県の56カ所で採取した1398体、すべての標本の延期配列が、アメリカ13地点で採取したサンプルのうち、グッテンバーグで採取したものと完全に一致したことで、証明された。食用としても釣りの対象としても、利用価値が低いブルーキルが、日本国内に広く拡散したことについては、1980年代。 以降のバス釣りブームの際にバス釣り業界の関係者や愛好家の手によりブラックバスの餌と称して各地の故障から別の故障へ放流されたものが繁殖し日本中に分布を広げるに至ったという指摘が2000年代にあったが根拠となる資料は十分ではなかった2014年に発表された研究では1960年代から1970年代前半に かけての状況を、当時の内水面漁業や釣り関係の文献で詳細に調査しており、大口バスに付随する形ではなく、ブルーギル単独の野外放流や逸出が明らかになっている。この研究では、水産試験場の関わったケースとして、大阪府の水産試験場がため池への放流試験を行ったこと。 滋賀県の水産試験場が関与する中で、ビワコにブルーギルが生息するようになった、と、水産試験場職員が当時示唆していることが示されている。さらに、釣具メーカーや当時発行されていた釣り雑誌の主観であった釣り人と、水産行政関係機関が共に関わる放流があったことも示されている。また、これらの放流やい質は、 先行研究での言及よりも広い範囲とされている。移入経緯により、ブルーギルはおめでたいプリンスフィッシュであると称されて、各地に放流されたという記録がある。ブルーギルが外来種として、深刻な問題を起こしていることについて、天皇秋人は即位後の2007年、第27回全国豊かな海づくり大会において、ブルーギルは50年近く前、私がアメリカから持ち帰り、 水産庁の研究所に寄贈したもの、食用魚として期待が大きく養殖が開始されましたが、今このような結果になったことに心を痛めていますと、発言した。影響ブルーギルの繁殖力と生命力、捕食力、餌の競合、在来魚種の卵や、稚魚の捕食などの点で、日本の池や湖の生態系には十分脅威で、生態系維持と漁業の観点から日本中の故障で、 その存在数はかなりの問題とされている。さらに、生活排水で汚れた水でも生息できるため、個体を減らすことは難しい。一方、ブルーギルへの大きな懸念を過剰反応とする向きもあるが、実際に目につく魚類の大半がブルーギルといった場所も増えている。また、漁獲対象魚種への圧迫のみならず、災害やヒレの棘状が網に絡みやすいことから、網にかかった。 ブルーギルを外す際に背びれが手に刺さるため漁師も本種を嫌う。滋賀県のセタ月林大池で1984年から1995年まで行われた調査によればブルーギルの移入後にモツゴが絶滅した。なお、セタ月林大池にはオオクチバスも移入されたがモツゴの減少に対してはブルーギルの方が影響が大きかったとされている。 なお、ブルーギルとオオクチバスが生息魚種の大半を占める水域では、ブルーギルとオオクチバスの生息数は逆相関の関係を保ちながら変動し推移するとした研究結果がある。駆除日本では、本種はオオクチバスと並んで外来生物法により、特定外来生物に指定されており、各地で導入の阻止や駆除が進められている。防除を行っている。 代表的な水域として、霞ヶ浦、琵琶湖、ミドロガイゲ、五稜郭、皇居外縁号などがある。駆除の主な方法としては制御を捕獲する方法と卵の負荷を阻害する方法がある。捕獲の場合、一般的に網などの漁具、電気ショッカー、減水させ捕獲などで駆除が行われる。他に駆除策として、漁業従事者からの買い上げのほか、 人工産卵床を浅瀬に設置し、産卵後に卵ごと撤去するという方法も試みられている。小規模なため池では、水抜きによって捕獲した魚類から、ブラックバスやブルーギルとそれ以外の魚を分け、外来魚を除去した後、在来魚を戻すという方法がある。水調節が比較的自由に行える農業用のため池やダムでは、 産卵後から孵化までの期間に減衰させ産卵床を露出することで稚魚の孵化を阻止することも可能である。ゲノム編集により、不妊化させた個体を放流して繁殖を防ぎ、駆除を試みる実験を水産研究、教育機構が近畿地方で計画している。しかし、不妊化した個体が死亡するまでの期間は生態系に甚大な影響を与え続けると指摘されている。 いくつかの実験結果から故障では、ウグイが、ブルーギルの卵や事業を捕食するため、増殖抑制に有効である、可能性が示されている。さらに、タニシ、カワニナなどの底性薪がいるいが、釣り上げた際に再放流しないことが推奨されるが、登記すると、ブルーギルはその場で腐り、カラスなどの餌になってカラスを増やす原因になったり、夏は一周や害虫を増やす結果になったりして、 周辺環境を悪化させる。琵琶湖に関しては持ち帰るか設置された回収ボックスに入れることになっている。実際に再リリース禁止はブルーギルの生息数の抑制に効果があるとする研究がある。滋賀県庁が発行しているブルーギルブラックバスのリリースは禁止ですというチラシによると外来魚を釣り人の手で取り除くことは相当の効果が期待できますと 明記されている。理由として、琵琶湖では年間21万人の釣り人がある。釣りは、水路や沿岸部、障害物の近くなど大規模な漁具を入れられない場所にいる外来魚をきめ細かく取り除くことができ、駆除事業を補完する効果があると表記されている。2019年6月、滋賀県によると2017年度以降減少している。可能性がある。 例年と比べて大幅に少なかった。何個の差し編みで2016年の20分の1、っこの引き編みでは17年度の100分の1しか取れなかった。国内では2005年6月に施行された特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律で特定外来生物に指定されたため、愛岩、干渉の目的で新たに使用することは禁止されている。 研究や教育などの目的で使用する場合には、シ務大臣から許可を受けなければならない。フライパンによるブルーギルの焼き魚一般的に日本では臭くて食べられないというイメージが強いが、実際の食味は淡白で美味しい。食感は、締まりはないが柔らかい。調理方法は塩焼き、煮付けなど和風料理のほか、ムニエルやアクアパッツア等の洋風料理でも食べられる。 原産地の北米では、大型のものが釣れ、体が丸く、フライパンにすっぽりと収まり、バター焼きなどに適することから、パンフィッシュと称され、食べられている。常実のように、日本ではあまり食用とはされていない。理由として早期に捕獲するため大型にならず、身が薄い一方、骨が多く調理や食べる際に手間がかかる点、ぬめりがひどく、トゲ状も多数あり刺さると痛く、また、 蝶の内容物の量が多く、悪臭の強い内容物が身に付着してしまうと風味を損ねるため、小さい個体は食材としては調理しにくいといった点が挙げられる。滋賀県では、琵琶湖のブルーギルを琵琶湖舟という名称で、船寿司の材料であるニゴロナの代用魚として利用したり、揚げ物などの材料としたりした料理が作られており、県のサイトでも調理方法を公開している。 また大型の個体を食用に供する釣り客もいる。事実、滋賀県農政水産部水産課が発行している。遊魚の手帳では、大型のものは塩焼きにして食べると、食用利用にも適していることが明記されている。中国では、1987年に干渉魚として、移入された後、食用に転用された。一般に、英語名を直訳したアイエラ太陽魚、または、 単に太陽魚と呼ばれ、湖北省、広東省などで養殖が行われている。中国での養殖には主に下流の配合飼料が使われ、臭みも少ないことから虫魚としての利用が多い。魚粉として肉骨粉の代わりに畜産飼料や魚類の養殖飼料や有機肥料として利用される。外来玉女の取り組みとして地産地消品として有効利用されている。 ブルーギルの長魚としての価値は低く、本種を専門に狙う釣り人はあまり多くはない。しかし、戦術のように原産地アメリカにおいて本種を含めパンフィッシュの名で親しまれるラポマスは簡単な仕掛けで初心者でも容易に釣ることができる。このため家族連れがキャンピング、ハイキングを楽しむ、最東に水遊びの相手として馴染み深い魚である。 日本国内のブルーギルの場合、市販の釣り絵以外にも、米粒や魚肉ソーセージ、パン、カステラ、イカの塩辛等の固形の人間用食品、果ては雑草をちぎったものや落ちている、プラスチックアームの切れ端など固形物で口に入る、大きさの餌と認識したものであれば幅広く、釣り絵となる。また、小型ルアーを使うフライフィッシングや、ルアーフィッシングでもよく釣れる。 また水面近くで群れている場合には、接触行動など、興味深い行動を観察できることも可能であり、こちらも釣ることができる。ありがとうございます。